リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、ということで今日も、F リンちゃんと R 世界のリンドでお送りしていこうかなと思います。ということで今回も、ガンバーライドのカードを見ていこうかなと思います。はい、バインダーがもうこの時点でまず3個あるんですが、3個では終わりません。なのでパート3、4とあると思ってください。ただね、こっからは結構ざっくり見ていきます。なんとなく思い出とかも喋りつつですね。はい。これがね、記念すべき一段のカードたちですね。はい。レジェンドレアとか持ってないのも多いんですが、持ってるカードだけバインダーに入れさせていただいております。一段の時のカードはあんまりないですね。結構飛び飛びです。02番とか04番とか00815とか。なので、全然カードの枚数少ないんですけど、牙とか、戦。この時ちょうどね、まだディケードが参戦してないです。なので、この時のレジェンドレアが、電王と牙だったはずです。電王ソードフォームと牙だったはず。はい。牙は牙フォームね。はい。で、SR でゼロノスとか1号とかの状態ですね。結構このゼロノスかっこよくて一時期使ってましたね。はい。で、次からが02段。02段、レジェンドレアが少しだけいます。02段のもう一個のレジェンドレアが、あれですね。ディケイドの、普通のやつ。ディケイドが、レジェンドレアになってた記憶があります。はい。スタメンの方に入ってたディケイドだと思う。あ、これだ、これだ。ただこれはあれですね。ディケイドバニッシュという、専用必殺技を引っ提げてますね。ガンバーライドオリジナル必殺ですね。はい。で、あと、龍騎がレジェンドレアだと。で、ナイトとか、ゼロノスのゼロフォーム。あとは、クーガですね。そして、ストロンガー、ショッカーライダー。そして、ディケイドがやっとここでね、参戦してる状態です。あと、ブレードがこの辺で参戦してますね。ブレード SR で参戦しております。はい。で、あと、クーガだったり、ペガサスフォーム、龍騎。あ、こっからは、うん、違う、これは03段になってるんだね。03段ですね。あ、こっから03段だ。02段は、ここまでしかカードないです。こっから03段です。なんか、違うなと思って。うん。こっから03段です。03段がこんな感じ。03段のレジェンドに、キングフォームが入ってた記憶です。あと、ファイズだったような気がする。ちょっと、正しくは覚えてないんですけども。はい。で、あと、ファイナルフォームライドですね。ファイナルフォームライド。クーガー、リュウキーっていうことで、クーガーゴーラムとか、リュウキードラグレッターとかですね。そして、第4弾がディケイド。で、第4弾がディケイドプラス、王者のレジェンドレアが参戦してるはずですね。王者が4弾だったんで。4段ですね、うん。はい。っていうところですね。このディケイド結構みんな使ってた記憶があります。どこに置いてもプラス200なので全部が。攻撃防御体力だったかなが、うん。あ、違う。攻撃防御必殺ですね。体力以外が全部200上がるやつなので、結構使ってる人がいましたね。使いやすいカードでした。そしてディケイドのレジェンドね。で、ディエンドとかも参戦して、あとこの辺で響きカブトが参戦ですね。あ、カイザもこの辺か。アキトもだったのかな？はい。で、ファイズの SR とかですね。あ、この辺懐かしいですね。劇中でも登場したカードです。俺、三条と、僕に釣られてみるですね。はい。これ使った時に、じゃあ、このカードだって言って変身して、俺、三条って言って、なんだこのカードみたいになって、その後に、じゃあ次はこのカードだって言って使ったら、くねくね踊りながら、答えは聞いてないっていう風に言って、俺たち何か質問されたかっていうシーンがありましたね。兜の世界ですね。で、クロックアップの技を受けた後に、これと、このカードが吹っ飛ばされて、僕に釣られてみると、泣けるでっていう風に音だけ流れましたね。で、くそあいつらみたいな感じで、司が怒ってたシーンがありましたね。懐かしいです。
これは、あの、カードのここのバーコードの部分があれなので、これを入れても、あの、多分、アタックライド、連王ってなるだけだった気がします。はい。で、そして、この辺がゼロのストーンですね。キーバーとかがあって、はい。あと、ノーマルなのにすごいかっこいいイラストのブラック。めっちゃかっこいい、このブラックのイラスト。はい。で、次が、あ、いよいよコンプリートフォームがこの辺で、参戦したところですね。コンプリートが多分レジェンドだった気がします。あとは、あ、クーガタイタンもここでレジェンドになってますね。ドラゴンフォームもここで参戦ですね。第5弾ですかね。で、これがフォームチェンジ用のやつで、クーガのドラゴンフォームとクーガのタイタンフォームの、フォームライド用ですね。のイラスト。そして、あ、これストライクベントの時ですね。ストライクベントって言ってこう手にシャギンってついてね。はぁー、はぁーってこう手から炎を出してましたね。手というかこのドラゴンの頭のところからね。はい。そして、あ、この辺でカイザが SR。カイザが SR 結構多いはずですね。この SR 以外にも4段でも SR なので、どっちもちゃんとゴールドスマッシュですけどね。はい。これが今ので、0、5段まで、0、5段、うん、ですね。5段までですね。無印5段ですね。はい。で、5段の次続きだと、ブレイと、キングフォームに、響さんか。で、響の、あ、これですね。音劇棒レッカーですね。CSM になってから音劇棒レッカーの音がちょっと変わってた記憶があるんですけど、劇場版?劇中版?なんか撮り直しの前の音声の方が私は好きでした。音劇棒レッカー。言い方がすごい好きでした。はい。これだけでございます。はい。そして、1号、2号、V3、ストロンガー、ブラックということで、この辺はあれですね。完全に、これは仮面ライドか。仮面ライド用のカードです。なんでかブラックだけはレアで光ってますね。はい。こんな感じ。ただ、これ入れても、一応1号、2号、V3、ライダー、ストロンガーとかなったのかな?なんか、なるやつとならないのがあった記憶がある。ちょっと、これ、ちゃんと入れてないから、なんとも定かではない。ごめんなさい。はい。これはね、ネオディケイドライバー来たら、ちょっと入れてみようかなとは思います。はい。あと、サイドバッシャーとか、ディスクアニマルとかのスペシャルカード。あと、これがあれですね、劇中の絵のやつですね。と、フォーム、ライドした状態のものですね。いやー、十面鬼ゴルゴスとか懐かしいですよ。ね、ゴッド工作員やとキングダークとかね。電波人間タックルとかね。はい。で、次が、いよいよダブルが参戦したのがこの辺。06段からダブルが参戦してますね。はい。すごく意外な、G3X です。これね、すごいのがね、全部同じステータスっていうね。450っていうね。全部、枠ついてるっていう珍しいやつですね。はい。で、あ、ライナーとかもこの辺で参戦してるのかな?はいはい。で、こんな感じですね。この辺はまあノーマルなんで、チャッチャッチャと行こうと思います。あ、あとこれね、あ、ガタックが SR で参戦していたり、あとはここね、キバ、映っているんですけれども、このキバ、第1弾のリメイクカードで SR です。なので強さはレジェンドレアです。強さはレジェンドレアという謎カードです。はい。まあ、でも、普通に嬉しいですね。いいカードです。はい。そして次、こちら。ドッカとか、ああ、モグラ獣人とかね。はい。そしてシザース。シザースは、サポートというか、スペシャルカードで参戦してますね。で、リュウキドラグレッダーとファイズブラスターで、これも劇中のイラストが使われているってやつですね。はい。で、この辺がダブルですね。ヒートジョーカーとか。もいますね。多分最初のダブル参戦は、サイクロンジョーカー、ヒートメタル、ルナトリガーまでだった気がする。この後派生フォームが随時参戦してた気がする。この辺は派生フォームはね、サイクロンメタルとか、サイクロントリガーとかね、ヒートトリガーとかね。トリガー結構好きですね。かっこいいですよね。で、ここで多分ライジングアルティメットのレッドアイがレジェンドレア参戦してた気がします。ちょっとここにはないんで何とも言えないですけど。あと、ディエンドがここで SR だと。このディケイドかっこいいっすよね。この、カードを通る瞬間ですかね、これ。カードの通った後かな?いや、通ってる時かな?
通る前だと思う。いいね。で、この辺は、まあ、結構再6までいかないけど、ノーマルでまた参戦してる、各主人公ライダーたちですね。で、2号が SR になって、スペシャルカードもこの辺で SR が来たりって感じ、イカデビルですね。で、バイオライダーとか、アービスとか、懐かしいですね。で、ここに桃太郎スイマージン。はい。と、これあれですね、劇場版で使ってたやつですね。仮面ライ、巨大化した仮面ライダー J に、ディエンドがディケイドをファイナルフォームライドした状態で、そのファイナルフォームライドしたディケイドが、J にくっついて、ジャンプフォーメーションになった状態で、これを使って、使った必殺技の時のやつですね。ファイナルディメンションキックっていうことね。はい。ここにも書いてました。仮面ライダーディケイドコンプリートフォームがジャイアントフォーメーションし、ファイナル仮面アタックフォームライドでダメージを与える。ね。かっこよかったです。ただね、これゲームで使うとすごい小さいライダーに巨大化したライダーがキックするだけなので、もうただただいじめっていう状態でしたね。で、これキャンペーンのヒートトリガー。これ欲しくて手に入れるまでやった気がします。ヒートトリガーが欲しくてね。トリガーエクスプロージョン。かっこいいんですね。そしてトリガーフルバースト。の、ルナトリガーですね。そして、この辺からファングとアクセルが参戦してきたくらいですね。もう一バインダーぐらい行きますか。はい。で、この辺がちょうどアクセルですね。第8弾。8弾ですね。8弾で、ちょうどファングジョーカーやアクセルが新規参戦している状態ですね。そして、この辺が、ダークカブトが多分この辺で SR 参戦してる気がします。この辺はまた、主人公ライダーたちのノーマル版ですね。あ、龍河がここでレジェンドレア参戦してますね。はい。龍河。かっこいいっすね、龍河。で、この辺が、あ、この辺で響き音劇校ですね。まあ、これも、劇中のイラストとっていう状態ですね。はい。そして、この辺でね、あれですね、イマジンが参戦した段ですね。09段。ね。ニューデン王が参戦し、モモタロスとかも参戦した段ですね、これは。あー、懐かしいね。ファイズ、アクセル。フォームライド、ファイズ、アクセルって言って、10秒間だけ付き合ってやる。っていう風なところで使ったやつですね。これも兜の世界じゃないですか。兜の世界の使ってるカード、いいっすね。そして、キングフォームですね。の、ディケイドのコンプリートフォームの胸のところについているやつですね。はい。そして、ここが、4枚綴りでくっつくカードですね。電王の、ソード、ロッド、アックス、ガンが横一列で繋がります。なので、ここがね、電ライダーがこうやって繋がっている状態のカードですね。はい。で、最後が、ライナーもくっつく感じですね。これライナー頭くっついてる。で、これあれですね。テレビくんだったかなの、応募で出たやつで、ディケイドドッジっていうことで、一般の子供の方が考えたやつが必殺技になったよっていうカードのやつですね。はい。このね、綴りカードとかも、これはね、集めましたね。何か一枚足りなくて、ショップで買った記憶があります、これ。はい。ですね。この辺でブラックアイとかも参戦してますね。ここにあるので。オートバジン、バトルモードとかかっこいいですね。キャッスルドラゴン。あ、この辺でとうとうサイクロンジョーカーエクストリームが来てますね。はい。で、そっか、アクセルトライアルもこの辺で参戦ですね。そして、アクセルが再び SR で再録ではないね。また入ってるっていう状態ですね。そしてスカール。あと、劇場隊がこの辺りで来てますね。はい。で、ここにライナーのね、ディケイドのコンプリートフォームの胸のところのやつとか、あと、桃太郎スイマージンがここで、また、この前は多分ね、レジェンド参戦してたんですよ。なので、こっちで SR になるっていうところですね。必殺技の名前が面白いですね。俺の相手は100年早いんだよ、ギリ。はい。ダサいっていうね。だって、こっちもダサいもん。見て、俺キックだからね。
モモタロスらしい。そしてディケードの、まあ、あれですね。胸のところについてるやつと、こっちは、仮面ライドのカードですね。はい。そしてこの辺で V3 やスーパーワンが参戦。ここに、ブラックとスーパーワンが、仮面ライドカードとして、これバーコードのここの部分が一緒なので、多分仮面ライドしかならないカードになっています。はい。で、次って感じですね。わー、すごいですね。その崎系が揃ってますね。ナスカ、タブー、クレイドール、シリヒコ、シリヒコじゃない、キリヒコ様、サエコか。サエコ、若菜姫。ね。シリヒコって言ったらダメです。まあでも、公式でもネタにしちゃってるからいいのかな、シリヒコでもね。まあ、キリヒコお兄様ですね。はい。いうところでございます。はい。今回はとりあえず3、バインダー3つ紹介がギリギリですね。これでまた15分ぐらいになっちゃってるので、はい。バインダー3つの紹介だったにもかかわらず、まだ10段です。この後、大津段の00何段とか、スイッチ段とかが入ってきます。はい。また次の動画でお会いいたしましょう。次も多分10段がちょっと続いてますね。はい。なので次の方でも、またご紹介していこうかなと思います。はい、今回も、こちら仮面ライダーバトルガンバーライドのご紹介でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。